J1 参入決定戦 J1 参入決定戦1回戦 J1 参入決定戦1回戦とは1998年に行われた J1 参入決定戦において11月19日に東平尾公園博多の森球技場で開催されたアビスパ福岡対川崎フロンターレの試合である。口述の理由により神を見た夜あるいは博多の森の悲劇とも呼ばれる。 実質的に日本のプロサッカー史上初めての入れ替え戦である J1 参入決定戦の最初の試合である。一連の試合の中で唯一の一発勝負であり、また唯一の上位リーグである日本プロサッカーリーグ所属チームと下位リーグであるジャパンフットボールリーグ所属チームとの対戦となった。さらには試合に至るまでの経緯やあまりにも劇的な試合展開など特筆すべき 点の多い試合と言える。この試合は NHK 衛星第一テレビで全国中継された。また、スポーツジャーナリスト、金子達人らにより、この試合の模様をまとめたルポルタージュが、神を見た夜のタイトルで、スポーツグラフィックナンバー467号、468号に、全後編にわたって掲載された。この試合の別称ともなっているルポルタージュ、神を見た夜は主に、 福岡サイドから見たドキュメントであり、川崎サイドの視点では主に、博多の森の悲劇と呼ばれ、川崎のクラブ公式資料にもこの文言が用いられた。なお、福岡の MF として出場した、藤本力が2014年シーズンをもって、ロアス・ソクマ元から引退したことにより、この試合に参加したことのある、現役選手はいなくなった。1999年から、 J リーグが二部制に移行することに伴い、1998年のシーズンオフに一部リーグであるディビジョン1に参加する16チームのうち3チームを決定する J1 参入決定戦が行われることになった。このうち 9JFL からの参入については、1998年シーズンで上位2チームに入った J リーグ巡回員の参加が認められることとなり、 23勝7敗で2位に入った川崎フロンターレがこの条件を唯一満たし、参入決定戦に臨むこととなった。一方、J リーグ界チームについては1997年シーズンと1998年シーズンの順位をポイント化したものを合計して比較し、回となった4クラブ、ジェフユナイテッド市原、コンサドーレ札幌、ビッセル神戸やビスパ福岡が、 J1 参入決定戦に回ることとなった。そして、参入決定戦のレギュレーションが発表され、以下の通りとなった。他の J リーグチームが最初から二度のチャンスが与えられたのに対し、福岡と川崎は一発勝負を勝ち抜いた上で、本戦を勝ち抜く必要があった。特に、JFL から参戦する川崎にとっては、アウェーで J リーグチームとの一発勝負に勝利する必要が、 あるという厳しいレギュレーションであった。川崎は富士通サッカー部から体制を変更して J リーグ入りを目指して臨んだ1997年の JFL で最終節で敗れ、勝ち点1差で3位に終わって J リーグ入りを逃していた。一方の福岡は2年連続で年間再開であった。試合の行われた東平尾公園博多の 森球技場試合は19時キックオフのナイトゲームにて行われた。序盤はホームの福岡が構成に出て川崎ゴールを何度も脅かすものの川崎の GK、浦上総氏がファインセーブを連発、得点を許さない。逆に17分チャンスを決めきれないままでいた福岡はカウンターを受け、早いパス回しから川崎 FW、ずっとからの折り返しを最後は 川崎 MF 伊藤明が流し込んで川崎が先制点を挙げる。24分、福岡のスローインからの攻撃から福岡 DF フェルナンドがゴール前に挙げたクロスボールを川崎 GK 村上がファンブル。こぼれたボールを福岡 MF 久藤誠一が押し込んで同点とした。この時、福岡の選手がキーパーに接触したとして川崎側が キーパーチャージではないかと抗議をするも判定は覆ることなく試合は進みそのまま前半終了となった後半は福岡優勢の状況で始まったが61分川崎 DF 中西哲夫がゴール前に送った浮き気,気味の縦パスを川崎 FW バルディネーが横に流しこれを川崎 FW ずっとが反転しながらゴール サイドの勝ち越しに成功する。これで勢いづいた川崎は攻成を続け、73分には、川崎 FW、バルディネーが、福岡 GK、塚本をかわして決定的なシュートを放つが、ゴールマウスをカバーしていた、福岡 DF、岩井敦弘が、ボールに、頭で弾き返し、ボールは、クロスバーの内側に当たるも、ゴールラインを割らせず、得点には至らなかった。 3分間のアディショナルタイムに突入すると、川崎は敵陣で時間稼ぎをし、タイムアップを待つ行動に出たが、福岡 MF、西田吉洋が、川崎 FW、菅野健一からボールを奪い、一気にカウンターアタック。ハーフライン付近で、MF 区等が数とを交わして、敵陣右隅に侵入し、ゴール前へ。ヘディングの応酬による混戦の中、 バックパスしたら、GK がキャッチできるし、そっちの方が時間を使えると判断した、川崎 DF、中西の胸トラップを、その意図がわからなかった、GK 浦上が慌てて、前に詰めて中西と交錯。そのこぼれ球を、途中出場の福岡 FW、山下義樹がゴールに蹴り込んで、土壇場で同点に追いつく。そのまま、タイムアップを迎え、試合は延長戦に突入した。 延長戦は30分間で先に点を決めたチームが勝利という延長 V ゴール方式であったが仮に両チームとも無得点で終わった場合は PK 戦は行われず上位リーグ所属の福岡の勝利扱いとなるレギュレーションとなっていたすなわちゼがヒでもゴールを挙げて勝たねばならない川崎に対し福岡は残り30分間を無失点に抑えれば得点を挙げなくても 自動的に残れるという状況であり、川崎は積極的に攻撃に出ざるを得ない状況であった。延長戦が始まると川崎は果敢に攻めるもののチャンスを決めきれないまま試合が進む。そして、迎えた延長前半終了間際の14分、福岡 MF 西田が福岡 MF 藤本とのワンツーで右サイドを抜け出しグラウンダーのセンタリング。これをゴール正面で フリーで受けた福岡 DF フェルナンドがシュートを決め、V ゴール。その瞬間、川崎の選手は皆ピッチの上に崩れ落ちた。これにより、次戦には福岡が進出し、順位ポイント15位の JF ユナイテッド市原との本戦へ進出した。一方の川崎は1999年度の J2 への参入が決定した。 J リーグディビジョン1参入決定戦1回戦アビスパ福岡 V 川崎フロンターレ当時、後半アディショナルタイムは全て89分表記。ありがとうございます。